待たせました。それでは、知事の定例記者会見を開催していただきます。まずは、知事のバイクを説明いただきます。はい。まず、27年度当初予算案について発表をいたします。輸出の増加や、雇用の持ち直し、外国人観光客の増加など、成長の、兆しが、見られる中、大阪の再生を確実なものとする、未来へ確かな先を急ぐ予算編成をいたしました。具体的には大阪の成長を軌道に乗せる、災害から府民の生命財産を守る、健康で安心して暮らせる社会づくり、健全で規律ある財政運営と新たな視点からの行政の展開、新たなそして大都市制度の実現、これらを通じて東西2極の1極を担う強い大阪の実現を目指してまいります。当初予算では財政規律を堅持しつつ、徹底した選択と集中による施策の重点化を図りました。一般会計予算は3兆2885億 7.1% の増額で過去最大規模となりました。ただし地方消費税の税率引き上げによる影響が大きく、税関連歳出や交際費などを除きました一般歳出では、ほぼ前年並みとなりました。一般歳出の総額は2兆2248億円、南海トラフや南海トラフ巨大地震対策や、社会保障の充実など府民の安心安全を着確実に確保いたします。さらに企業集積、成長産業の振興や都市魅力の創造発信といった大阪の成長を実現するための施策にも重点配分をいたしました。社会保障については、消費税の増税分の活用により新子育て支援交付金の創設や、医療・介護サービスの供給体制改革など、一般財源ベースで605億円の充実・安定化を図りました。大阪市とのさらなる連携により、都市魅力の創造・発信の取り組みなど、大阪の再生を図る取り組みを実施をしてまいります。また、梅北まちづくりなど、広域的に効果や、受益のある事業につきましては、区としても取り組んでまいります。歳入総額は地方消費税の税率引き上げ等による付税収入の増加によりまして 7.1% の増となりました。付税収入は地方消費税分の税制改正や景気動向などにより4年連続での増加となりました。大阪の成長を支える基盤施策に、資源を投じまして、さらなる財源確保を取り組んでまいります。税収増の影響によりまして地方交付税の臨時財政対策債は金額、歳入、総額に占める割合とも減少をしております。臨時財政対策債は、対策債は金額は大幅に減少したものの、引き続き本来は、普通交付税としてキャッシュで、交付されるべき金額の半分近い水準になっております。国に対しましてはきちんと交付税として交付されるように引き続き求めてまいります。26年度負債発行総額は3350億円、前年度の当初からは 9.1% 減少いたしまして、臨済債と減収補填債が全体の7割を占めます。負債残高は交付税の代替措置であります人財債を除くと19年以降一貫して減少をしております。全体の負債残高は4年ぶりに前年度より減少いたしまして 6兆3453億円となっております。財政調整基金の26年度末残高見込みは財政基本条例に基づき25年度の決算剰余金の半分を積み立てたことや年度内の収支改善により1442億円を確保いたしました。一方27年度においては財源当初の財源不足により599億円を取り崩す必要がありまして、当初予算の時点では残高843億円となる見込みであります。府では13年度から19年度まで減災基金から5202億円を借り入れました。
21年度から減災基金の復元を開始をいたしました。27年度当初予算までで2700億円復元をいたしました。残り2502億円半分を切りました。28年度以降も計画的に復元を行い、36年度までの10年以内の復元完了を目指します。なお27年度と同じ280億円の復元を継続した場合、36年度で復元完了となる計算であります。26年度当初の予算、去年の予算当初より1年前倒しで復元が完了するということです。次に知事重点事業についてです。事業費ベースで570億、一般財源ベースで総額315億円、うち新規事業は89億円で一般財源は72億円です。26年追加補正予算を含んだ金額となります。27年度は知事重点事業は、今の大阪、将来の大阪のために必要と考える施策に重点化を図るために6つの課題を設定をいたしました。これらを通じて大阪の再生に向けた取り組みを推進をいたします。災害から府民の命を守る対策として、巨大地震や大津波から命を守るため引き続き最優先で防潮堤の液状化対策を進めてまいります。密集市街地対策では老朽住宅の除却に加え、延焼遮断帯の整備促進など防災力の強化を進めてまいります。先の広島の災害などを踏まえ、土石流の発生抑制、森林ため池の監視体制強化に取り組みます。一方、土砂災害リスクを少しでも早くお知らせをするために、土砂災害警戒区域の指定を前倒しして実施をし、平成28年9月に完了させるなど、効果的な情報発信により府民の皆様の迅速確実な自主避難行動を支援をいたします。災害から住民の命を守るためには、自助・共助に立脚した地域防災力の強化が重要であり、住民が自ら行う防災活動を支援する自主防災組織に加え、地域防災力の中核を担う、消防団の充実強化に取り組みます。アイリン地域を中心として環境整備をする、26年度から5年計画で覚醒剤薬物対策やまちづくり、安全安心の取り組み強化を推進しております。特に27年度は地域の環境整備の実効性を高める取り組みの一つとして、4月に開校する大阪市立今宮小中一貫校の敷地内への萩野茶屋交番の移転、建て替えに着手をいたします。また、府内の安全安心な街づくりとして、子どもを犯罪から守るために自治会等が行う通学路における防犯カメラの設置促進など、地域の防犯力の強化に取り組みを、してまいります。健康寿命の延伸と関連産業の振興のためにスマートエイジングシティなど、大阪府医療戦略会議の提言の実現に向けた取り組みを推進してまいります。インセンティブを活用した府民全体の健康寿命を延伸させる取り組みなどを進めます。最終的なゴールは健康で長生きできる大阪であります。障害児者等の自立支援といたしまして、障害者の就労を促進するため、障害者就業生活支援センターにおいて、就業に必要な生活支援を実施するとともに、平成30年度から精神障害者の雇用義務化も見据え、引き続き職場定着支援など企業における取り組みの促進をいたします。また発達障害児者や重症心身障害児者等の支援にも引き続き取り組んでまいります。子ども子育て支援の充実に向け、27年度から始まる子ども子育て支援新制度に合わせ、市町村における子育て支援の取り組みをサポートし、区域全体で子育て環境の充実を図ります。合わせて女性の就業促進に欠かせない
小1の壁を解消するために放課後児童の施設整備を進める市町村を支援をいたします。また保育士の不足に対応するため潜在的な有資格者の掘り起こしや研修等の実施により保育士等の確保を図ります。特区関連産業を核とした成長の実現に向け国際戦略統合特区および国家戦略総合特区を一体的に活用し規制緩和や地方税ゼロ等のインセンティブによりさらなる企業集積投資促進を図ります。具体的にはライフサイエンス分野や新エネルギー分野など大阪が強みを有する成長産業の振興のために PMDA 関西支社の支部の機能拡充や水素関連ビジネスの創出支援等に取り組むとともに国内外に向けて大阪の投資魅力にかかる積極的なプロモーションを展開をいたします。中小企業を取り巻く経営環境が急激な円安、原材料高など変化する中、資金、経営の技術面にわたるトータルサポートを引き続き実施し、頑張る中小企業が思い切って挑戦できる環境を整備をいたします。農業の成長産業化については企業や農業分野への参入や規模拡大を促すために企業等が実施をする農道や用排水路などの生産基盤の整備を支援をいたします。大阪の成長を支える女性や若者の活躍を推進するために女性や若者の潜在労働力を育成をし活力にあふれ輝く大阪を実現をいたします。特に若年女性を対象に働き続ける力を身につけるために新たな人材育成プログラムの開発をするなど女性の就業支援に取り組んでまいります。また若者に対する就業支援の強化についても引き続き実施をいたします。新エネルギー社会の構築に向けては大阪エネルギー地産地消推進プランに基づき引き続き計画的に取り組んでまいります。特に災害に強いエネルギーシステム普及に向け避難所等の防災拠点への太陽光パネル等の導入を集中的に支援します。また大阪スマートエネルギーセンターにおいて引き続き総エネや省エネの設備の導入を総合的にサポートをいたします。グローバル人材の育成のために小中学校でのフォニックス等の導入や高校でのトーフル活用などより実践的な取り組みを進めてまいります。府立高校では生徒の学び直しを支援するエンパワーメントスクールの改編など再編整備を進め27年4月に第1期生が入学をいたします。また教育的な効果や地域の活性化を目指し平成29年の府立富田林高校の併設型中高一貫校への改編に向けた取り組みを進めます。私立高校等の授業料無償化制度は27年度の入学生までは現行制度を継続をいたします。28年度以降、制度については後ほど説明をいたします。また講師ともに低所得者向けに教科書など授業料以外の教育費負担を軽減するための給付金制度を第2学年に拡大して実施をいたします。さらに障害のある子どもたちの教育は就労支援の強化や環境整備など一層充実をしていきます。町づくり、都市インフラ整備については公共交通戦略に基づき鉄道ネットワークの充実強化を図ります。戦略に位置づけた路線といたしまして北大阪急行の延伸、大阪モノレール延伸、なにわ水線の具体化に向けた検討を進めます。相互乗り入れ乗り継ぎ改善の検討も始めます。大阪関西のさらなる成長に向けリニア中央新幹線の全線同時開業に向けた取り組みを進めてまいります。梅北では比類なき魅力を備え緑を創出するための基盤整備に向けた調査などグランドデザイン大阪に基づき民間の力を活用した都市形成に取り組んでまいります。さらに仙北ニュータウンの再生など地域のストックや特色を生かした街づくり拠点づくりに引き続き取り組みます。
都市の魅力創造発信について、27年度は大阪、都市魅力創造戦略の計画期間の最終年度であります。シンボルイヤーとして2015、これまで取り組んできた施策を集結すると結集するとともに、オリンピックイヤーである2020年に向けたキックオフの年と位置づけ、年間を通じて大阪の魅力を内外に発信をいたします。国際博覧会について、経済界等とともに大阪のへの誘致の可能性を検討し、地元としての合意形成を図ってまいります。26年度追加補正予算案に対して案について国の経済対策の交付金を活用いたしまして、区域の観光促進などによる消費喚起や生活支援、地域経済機能の強化、人口減少、超高齢社会への対応などの地方創生に取り組むべく、26年度追加補正予算を現在検討中であります。詳細につきましては決まり次第追ってお知らせをいたします。この度行財政改革推進プラン案を策定をいたしました。直面する、財政状況は厳しいが、財政規律を堅持しつつ、限られた財源人材を効果的に組み替え、府民の安全安心、大阪の成長を目指してまいります。特に公民戦略連携デスクは改革の目玉であります。民間活力の活性化にもつなげてまいります。続きまして、先ほど申し上げました、私学、私立高校の新入生にかかる、授業料無償化制度についてです。現行制度につきましては、平成23年度から27年度までの5年間継続するということにしてまいりました。制度の導入後、私立高校に、進学する生徒の割合が増加するなど、効果が上がってきていると考えております。平成28年度からの入学生に対する制度について、進路選択の時期を踏まえまして、本日府として考え方を公表いたします。大きな考え方といたしましては、現行制度の継続を基本としつつ、きめ細かく対応するというものです。今後議会での議論を得て決定してまいります。今回の見直しの考え方は次の5点であります。まず、自由な学校選択を支援するために、年収800万未満の世帯までは現行の58万円のキャップ制を継続をいたします。次に、中低所得者層の授業料無償化は継続をいたします。年収区分については、国の支給基準に合わせ、年収610万円未満の世帯という区分を年収590万未満の世帯と変更をいたします。3点目に、生徒が3人以上である多子世帯への支援制度を創設をいたします。合わせて制度の継続性という実施の観点から、生徒が2人以下である場合の保護者負担を見直させていただきました。新たな制度を適用する期間、平成28年度から平成30年度までの入学生が卒業するまでといたします。毎年度効果検証を行います。私立高校生と大学生を合わせた、生徒が3人以上の場合について、もう少し詳しく説明をいたします。年収800万円以上910万円未満の世帯は、授業料が58万円以下の学校の場合、これまで保護者負担が46万1200円でしたが、これを20万円の負担になるようにいたします。対象者となる制度については、仮に私立高校生が3人の場合、3人とも、支援の対象となります。なお、年収800万円未満の世帯についてはこれまでと同じです。次に、私立高校生と大学生を合わせて2人以下の世帯の場合についてです。年収590万円から800万円世帯は、これまで保護者負担が10万円していたところを、今回さらに10万円のご負担をお願いいたしまして、20万円いたしました。もう大変申し訳ないですが、この制度を持続可能とするための、
考え方であります。ご理解をよろしくお願いします。その他の年収区分についてはこれまでと同じであります。私から以上です。まだ、なお、府が、私立の小中高校等に交付をいたします。私立高等学校と振興助成費のうち高校に対する経常費補助金については、副職員の給与の特例減額終了に伴い平成27年度から補助単価を復元をすることといたしております。また、私立の小中学校の経常費補助金につきましては、公立学校の受け皿があることを踏まえまして、現行通りの補助単価の 15% カットを継続をいたします。私から以上です。それではご質問をお聞きしたいと思います。まずはじめに NDS の大泉さん、よろしくお願いします。すみません、幹事長の MBS です、はい、よろしくお願いします、はい、当初予算の発表ということなんですけども、改めてこの今回の予算の編成方針のポイント、またこう資料と見てますと、その未来への確かな布石を打つ予算ですとか、まあ、強い大阪という言葉があるわけですけども、まあ、知事が思うそのポイントと、まあ、キャッチフレーズをつけるとしますと、どういったことになるんでしょうか。ポイントはまさに、選択と集中の中で将来に向けて第一歩を踏み出せるような予算編成ができたかなと思います。細かいところはまた個別にお答えしますけど、キャッチフレーズというのは、2局へのスタート予算でしょうね。東京1局ではなく2局へのスタート予算、そういう思いで予算編成をいたしました。で引き続きその負債発行高というのは減少しておりまして、減債基金の復元も将来性的には見えてきたと、半分返せたというようなところだということなんですけど、一方でそのここ2年は財政上収支不足に陥ると、いうことも懸念は見込まれるということで懸念はされているわけなんですけど、そのここ2年というと、仮にその大阪都構想が実現した場合、それ移行期間、都への移行期間ということにも当たるわけですけども、改めてこの直近のその2年、府の財政運営の舵取り、指針に関してはどのようなお考えをお持ちでしょうか。これもまさに、この2年間というか、もう知事就任以降ずっと厳しい状況でしたからね。もうまさに収入の範囲では3億もと、財政運営基本条例を堅持して、この厳しい財政状況を乗り切っていく、そしてまずやはり役所の中の意識、緩まないようにね、これは身を切る改革を我々政治家が先頭に立ち、職員にも、そういう、意識を共有していただく、要は、27年度執行中にその27年度さまざまな施策を執行するにあたっても、その都度、お金を執行するにあたってね、検証しながら少しでも、決算において決算において、お金が残るように、そういう意識でね、一人一人の職員が取り組んでもらうと。で、部局長にはそういうこと、そういう形になるマネジメント力を期待します。その仮に都構想が実現して、都への移行期間が緻密にその財政上の試算もされているところだとは思うんですけども、基本的にその不足の事態が生じないように予算は組めたかなというお考えでしょうか。不足の事態というとことのために、財政基金の積み上げをやってきておりますんで、そういう危機対応は、できているのかな、そういうふうには思っております。いろんなやり方があるんですよ。その減債基金の、積み立て不足をね、去年からまた今年1年前倒しをいたしました。去年は、37年まで、そこで10年前倒しして、今年また1年前倒しいたしましたけども、これはやはり本来は積み上げとかなければならない、基金でありますから、
まあ、これからも、もうできる限り前倒ししていくべきだと、まあ、僕はそういうふうに考えておりまして、まあ、あの去年申し上げた期間でよければその部分も、まあ、あのどちらに積むのかということで、財政基金に積むのか、そういうやり方もありますが、やはりあの減災基金というのはそもそも手を出してはならない、そういう基金でありますから、それにつきましてはね、まあ、これから大阪の成長、こういうものの中での、税収増、そういうのもしっかりこう、見据えるというか、そういうことになるように取り組みながらね、まあ、一日でも早くやっぱり減災基金の、基金の積み立て不足については完了したいと、こう思っております。あの知事重点事業として、まあ、6つの大きなジャンルに分けて、出されているわけなんですけども、まあ、中でも、まあ、知事が肝入りと思われる事業というのはどれになるんでしょうか。まあ、やっぱり安全安心でしょうね。まずは、まずはやっぱり安全安心、これがやっぱり行政の、まあ、あのトップとして知事として託を受けた、その一番 の仕事ですから、まずは区民の皆さんの命を守るというところを、だからこれをもう、まあ、ここ もう津波からの命を守る、対策、まあ、あの防潮堤の基礎で地盤の液状化対策、これを着実に進めていくというのが、まあ、重点事業の、まあ、トップになるんでしょうね。あとすいません、私です、まあ、私立高校の授業料無償化に関してなんですけども、これは まあ、まずそのやはり制度として、まあ、続けていくということなんですけど、その意義とですね、あと、まあ、やはりその年収条件でありますとか家族の状況、まあ、財政上の観点から見ても、まあ、どこで線を引くのかというのは非常に難しいところだとは思うんですけども、まあ、一定程度その負担が増える世帯もあるというところで、このあたりのちょっとお考えを改めてお聞かせ願いたいんですけど、まずこの私学の授業料無償化の意義ですけど、これもあの公立高校が無償化になり、やはりまだまだ一部の層では景気回復を実感されていると思いますが、大阪の場合はやはり 99% 以上の中小零細、個人事業者、そういう事業者とともにそこに勤められている大勢の皆さんはまだまだ、まあ年収所得が目に見えて増えてきたという状況にはありません。そういう、中において、子どもたちに自分たちの夢を、諦めてほしくないということです。子どもたちが将来、自分がこういうさまざまな道に進みたいというときに、その道に進むための、教育の内容であったり、それをやれる、学校、それが、まあ、私学のそういう内容、そういう教育内容の学校がある場合に、そういう家庭の事情により、それを、自分の行きたい学校を受けたい教育を諦めることのないような制度を作るということであります。またこの制度、まあこれからも、まあ、当面の間はやっぱり公立高校の無償化というのはこれ続いていくんでしょう。やはりこれから少子高齢化社会の中で、この少子といわれる子どもたちが少数の中で日本国を引っ張っていく時代に入ってくるわけですから、これやっぱり教育っていうのは非常にその子どもたちの可能性ポテンシャルを引き上げるために重要な分野であります。であるならばですね、この分野にできるだけ、投資をしていくのは行政の役割、だと思っております。この、無償化制度、これを、持続可能と持続可能な、制度とするために、まあ、大変申し訳ありませんが、
一部、の、皆様方に、つきまして、まあ、年収590万円から800万円の世帯の、その皆さん方に対しまして、現在は10万円で、言っていただきますが、あの2人未満 の、 あの2人以下ですよ、家族が2人以下以上になればあの、これまでと同じですから、この2人以下の、世帯につきましてはもう10万円ご負担をお願いするとしたものであります。これすみません、あの全体としてはその府が投じるお金としては増えてはいないということになっているでしょうか。まあ大体少しでいいのかな。一般財源ベースでいきますと少しずつ増えております。平成26年度からいくと、272億から204億円一般財源では増えているということです。させていただきます、滋賀大学からです。一般財源につきましては今知事が申し上げた通りで事業費でいくと若干減るというような形になっております。ありがとうございました。幹事社から以上です。産経新聞梶原です、今期があの、まあ、4年間でいうと最後の、予算編成になるとなったと思うんですけれども、あの先ほど一番、まあ、あの中でも力を入れたのは安全安心だというお話もありましたが、締めくくりとして、特にこれに予算を思いを込めたっていうものがあれば教えてください。まあ、締めくくりとしてというか、まあ、まあ、東京と切磋琢磨できるようなあのその今すぐね、2局になれることでは、あのことではありませんが、2局の可能性は、遠い、2局の可能性が、まあ、感じられるような予算になってきたんじゃないかなと思います。東京と、東京の、都市インフラに対しましても、すぐにすべての路線を着工するということはできませんが、例えば鉄道インフラに対してもね、今までは全く手がつけてなかったところを動き出すことができたと、スタートはさせれたなという思いもありますし、まあ都心部、大阪のど真ん中、梅北についてもね、まあ、あのこれまでは大阪府市、それぞれの、まあ、役割分担の中で、まあ、緑を中心にということが、まあ、決定できた。そしてその緑を中心に街づくりをすることの可能性というものを府市一体になることによって見出せたと、そこにも、まあ、あの予算、つけておりますしね、それも予算つくということは事業スタートできるということですから、まあ、そういう意味ではね、まあ、あの都市部として2局を担えるというそういうものが、まあ、わずかながらも見えてきたかな、こう思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。新聞の宮崎です。はい、橋本知事時代からですね、あの財政調整基金をコツコツと積み上げてきたと思うんですが、今回その積み上げてきたものを、まあ、590億円ですか、あの取り崩すことになったことについてはどういうふうに。いや、これ去年の予算の時期も予算では取り崩してますから、まあ、あの規模が過去最大になってますけれども、実はあの積み立て、あの取り崩しが、はい、まあ、大体去年の25年度末でも大体1400程度、決算後はそういう額になっております。この財政基金の、
積み立て目標は10年後にいくらですか、1450年後に、1450億というのが積み立て目標であります。まあ、要はその積み立て目標はから見ればね、まあ、早期に、まあ、本来1400億近くを積み上がっているということですけれども、まあ、あのこの2年間はまだまだ過去の借金の要対応額の不足額がこれありますから、このトリプル施額644億円、当初では取り崩しますが、まあ、決算時期にはこれを戻せるように、しっかりと、行政のマネジメントを、ね、やっていきたいと思っています。先ほどあの可能性がですね、あの二極集中の点ですね、二極のスカート予算ということをおっしゃいましたけれども、可能性ってどういうところに、まあ、見出されていますでしょうか。結構、まあ、ジニアでですね、万博でもですね、ハードルは高いと思うんですが、まあ、リニアについては、ね、先日も、自民党のリニア特区の、まあ、メンバーの方々と、お会いをいたしまして、まあ、非常に、まあ、政府、与党、自民党の、方々の、そういう熱い、まあ、熱の入れようを感じました。まあ、もちろん今現時点では同時開業というものを諦めたわけではありませんが、45年なのかね、最終は、今その東京名古屋間、そして、その後の大阪までのね、そういうこう、その工程、時間の今の予定されているものは大幅に前倒しができると、僕はそういうふうには思っております。また当日もこの地元、としての負担から逃げない覚悟も示させていただいたんで、そのあたりは伝わってるんです。現状の、まあ、東京大阪間の完成予定の、よりは大幅に前倒しができるんじゃないかな、僕はそういうふうに思ってます。また、博覧会につきましても、これまでその検討のテーブルすらちょっとなかなか難しかったのは、経済界の皆さんに検討のテーブルにはついていただけるということを言っていただきました。検討のテーブルについていただいた上で、この博覧会の重要性ですね、まあ、2020年万博があり、そして、まあ、その間まだ決定はしてませんが、まあ、大阪の一つの経済の、まあ、活性化を担うそのツールとして IR もあり、そしてそのそういうものとセットでの一つの、また世界へ、大阪を売り出す博覧会の重要性というものを2025年というものをやっぱり経済界の皆さんにも丁寧に説明をすればこれ十分理解されると思いますし、あとは博覧会の収支見込みですね、この収支見込みをしっかり作っていくことによって、経済界の皆さんのご理解を得たいと思っております。だってまあ東京でもね、2度目のオリンピックについてはまあさまざまな決定するまではまああの時、ヨーロッパのどこだろうな、非常にライバルも、諸都市とも、ライバルの諸都市も頑張ってる中でね、東京が最初から、トップランナーであったわけではありませんので、まあ、そういうことも含めて、この博覧会の意義というものを、説明すれば経済界の皆さんのご理解も得れると僕は思ってます。すみません、関連で IR なんですけれども、はい、その予算書をちょっと読んでみますとですね、若干トーンが後退したかのように思えるんですが、いかがでしょうか。いや、全く後退しておりません。これは今の現在国において、まだ通常国会で現在は予算の議論しかなされてないんでね、要は4月以降になるんでしょう、IR の議論がなされるのは、これで基本法、僕は、まあ、今回こそは決めていただけるとこう思ってますんで、
基本法が通る前提の予算としては十分、IR について、まあ、事業者側にも、その大阪の、その思いが伝わる予算になっていると思っています。予定通り20年までの開業というのは、それも諦めておりますね。やはり東京オリンピックで、世界から、日本を訪ねていただける、その来られる方々にぜひ IR も含めた大阪全体のおもてなし、そういうものを売り込んでいきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、テレビ大阪の北野と申します。よろしくお願いします。先ほど のお話と重複するところがあるかと思うんですけれども、国際博覧会の誘致についてなんですが、可能性について検討するということで、今後経済界の方々にもしっかりご説明されるというところなんですけれども、松井知事 その、まあ、意気込みといいますか、そういったところをお聞かせになれないでしょうか。まあ、意気込みというのは、まあ、テーブルを作る、ところまで来ているわけですから、それは国際博覧会を誘致したいというのは十分、府民の皆さんに伝わっていると思いますよね。まあ、要は1970年、まあ、今から45年前です。僕が小学校の1年生、2年生の頃、その時は高度経済成長で、とにかく人口も増えていく、そういう社会でした。そしてどんどん日本が、経済大国として、ね、認められようという、そういう時代、まあ、言うならば大量生産、大量消費時代、でそういう時代から、日本の国はこれから少子高齢化社会へ間違いなく、向かっていく、人口も減少するわけです。出生率も 1.4ですから、これとにかく、まあ ずっと結婚しない人もいらっしゃるんでね、出生率は3以上ぐらいにならないと人口が増えていく、時代に、そういうふうにはならない。これはやっぱり我々も少子化対策は力入れていきますが、現実見た時にはね、やはり当面の間は、人口減少社会が続くんでしょう。そんな中で、まあ平均寿命伸びていって、で、まあ、大阪府では医療戦略会議の中で平均寿命と健康寿命をやはりぐっと近づけていくことによって、まあウィンウィンウィンとね、本人もそうだし、行政の負担もそうだし、だからあとそういう、新たなそういうものを作っていくことで、その医薬品、そういう業界の、医療の業界の皆さんも、新たなイノベーションのものが方向性を起こして、まあ、新製品開発する、まあ、そういうのを、医療戦略会議の提言もあります。だからそのこういう時代にね、まあ、今から、約10年後まさに、今以上に、高齢化が進んでる、そういう時代にふさわしい、そういう時代を生き生きと、過ごせる、そういう、大阪の姿というところを世界に発信していくための、そういう博覧会、開催をしたいと思っています。ありがとうございます。日本経済新聞の神谷です。はい、先ほど のお答えの中にありました、大阪2局、大阪を含めた2局に向けての話のやりとりで、鉄道インフラについて挙げられてましたけれども、細かい質問で恐縮ですが、戦略4路線ですかについては、浪速筋線は確か調査の2年目ですし、昨年度と比べて、まあ、今年度それが大きくこの予算で推進されるというふうにご覧になっているのはどういう点でしょうか。具体的には例えば
事業家の判断とかですね、そういうことが来年度差し掛かるからなんですか。まあそれもありますけど、まず事業家判断をするための詳細計上ですんでね、まあこれはリニアと同じなんですけど、関空との距離を縮めると、東京大阪間の距離を縮めると同時にですね、関空でから入ってこられるそういうお客様、で関空から世界に、飛び立つ、そういう大阪の、まあ、皆さん、まあ、ビジネスマンも含め、ね、とにかく都心部との距離を縮めるという重要性が一番大事になっている。なにわ水線については、要は机上の、計算上ではですね、黒字化が見込まれるというのはこれまでも国交省、等が計算した上で、そういう計算の数字出しくれているわけですから、まさに、まあ、最終調査的にね、いろんなものをまとめ上げれたらいいなとこう思っております。そういう意味では北大阪急行の延伸とか大阪モノレールの延伸とか、まあ、そこら辺も来年レストランに盛り込まれてましたけども、はい、そういうのも含めて二極化の足がかりになるというふうにご覧になっているというふうにご覧見ればよろしいですか。まあ東京にはまだまだね足元に及ばんかもしれませんがね、じゃあ東京以外のエリア、で、まさに今ね鉄道事業をね、新たな鉄道事業を国市場ではなくて、ね、地方主導で進めてるエリアっていうのは大阪以外いないんじゃないでしょうかね。そういう意味で、ね、まあまだ足元には、まあ、東京はもう新たな地下鉄を引いているんでしょ。まだこれからあれが、計画されたのが今から 2,30 年前の計画を今新たな地下鉄整備に工事に着工したのかな。まだとにかくもう事業としてはスタートしているという状況ですから、まあ、それと比べてはね、まあまだまだかもしれませんが、それ以外のエリアに比べて、こういう、4つの路線をね、重要用路線として定めて動かし出してきたということは、これは大阪以外は僕はないと思ってますけどね。あと質問全然変わりますけれども、予算全体通じて自己採点されるとすれば何点ぐらいなんでしょうか。いやもう自己採点はしません。あとはこれは、府民の皆さんどう感じてくれるということです。ただ僕は自分で納得はしてます、納得しなくったら予算編成ね提案できませんから、議会に。だからもう採点は府民の皆さんに任せます。ありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞の安藤です。まあこの、予算編成ですね、一時ご就任をされて特に府市連携、この辺を意識したものを、進めてこられたと思いますけれども、今回特に府市連携の象徴的な事案というのは、チームとしてはどのようにお考えになっていらっしゃいますか。まあ、象徴的は、まあ、梅北ですかね。象徴としてはね。それ以外にも、都市魅力とか観光戦略で、これまでもやってきているところへの積み上げはありますけれども、まあ、梅北も、やっとここまでという、まあ、感じですんでね。本来、大阪市単体であれだけの緑を作れる、都市の中心部の梅北事業はこれ多分大阪市単体ではできないでしょうね。これだけのだから当時は、サッカースタジアムとか、まあ、そんな話もありましたけども、まあ東京と違う圧倒的な緑を持った都心部、東京は緑が多いですよ。皇居もあるんでね、こうやって自分たちで作るものとしては、ね、再開発としてはこういう緑を中心にっていうのはこれ日本でもなかった話だと思いますのでね、これやっぱりまさに府市一体だから進めれるかなと思います。切れたで切れた。大丈夫。
はい、続いて。はい。あの今回近現代史の、施設の関連も入りましたが、まあ、宝くじの関連もあったと思いますが、この辺りについては、まあ、触れてください。いや、これはね、日本に 近現代史を、まあ子供たちにしっかり、まあ、理解をしてもらうというかね、それを、まあ、知識として取り入れるための施設っていうのはないんですよね。あの偏るということではありません。偏らずに、さまざまな視点からね、国内の視点、そして海外の視点からね、近現代史が、今これまで教育の場でも、なかなかその授業の中でも取り上げられる時間が少なかった。まあ言うならば、まあ、僕らの、その我々世代でもね、大体もうこういう卒業間際のところの教科書というか、もう間際になってくるとなかなかもう、まあ、まあ普段から教科書見にもんが間際になったら余計にいいよね。まあそういうこう自分への自戒も込めて、やっぱりそういう大事な、歴史認識っていうものを、こう子どもたちに、その知識の中に入れてもらえるためのそういう施設は国のどこかには必要です。でもまあ今そのことの必要性というのはこれはみんな政治家は理解するんですけれども、なかなかこれはねやっぱり費用もかかるということで、まあそれぞれ押し付け合いとか押し合いへし合いになって実現できない。これ実現できない間やはりその間子どもたちがそういう知識を、頭の中入れられないわけですから、まあスタートさせよう、ね、だからもう国の役割だ、基礎自治体だ、広域自治体だ、そういう押し合い返し合いじゃなくてスタートをさせましょう。でスタートをさせる中で ね、これもスタートしてくれば国も含めて、巻き込んで、もうとにかくもう押し合いへし合いじゃなく、そういう歴史の、この近現代史という歴史の重要性を、まあ、議論していく中で、その負担のあり方についてはもう答えを出そう、はい、スタートしないでその議論だけしてどこがやるんだあそこがやるんだ言ったら、それだけで2年も3年も4年もね5年もかかって気づいたら、まあ日本のどこにもそういう施設ないよねとこういう状況になってるわけです。スタートさせる、そういう意味です。すみません、先ほどやはり医局の足がかりというふうに言及がありましたけれども、まあ、戦略上の線もしっかり義務もあれあるという、まあ、現段階では調査費の部類のものが多いわけですけれども、今後まあこういった実際に、建設ですとかそういったものに着手していくと、まあ、それなりの費用が後にもかかっているわけですけれども、まあ、現段階でその、まあ予算を組まれてみて、今後その府の財政運営というのは、まあ、明るい光が見えてきたのか、今後もやっぱりそこはある程度そのリスクを取って積極的な財政を打っていくべきなのか、松井知事としては現時点ではどういうふうに、まあ、今後の話になってしまいます。これね、今のね、例えば成長4路線、重要4路線、これは現役の世代だけの、まあ要はそういう現役世代だけが受益を受ける投資ではありません、まさに、そういう都市としてのインフラ整備することによって、次世代、我々の次の世代、またその次の世代が、その社会インフラを利用して、多分所得を得ていくんでしょうね、だからこれはもう十分貸しビルを建てるんじゃないんでね、ビルを、まあ、大阪府も大阪市も失敗したああいう貸しテナントビルをドカンと建てる箱物ではありませんから、まさにインフラですから、これについてはその財源については本来の府の、記載、こういうものも当てても十分、これからの大阪の成長と見合わせて、その記載の償還をできるだけの
ものになっていくと、そういう成長インフラについては積極的にやってみたいと思ってます。だからあれあのかね、あの本来の負の、記載の、今減ってきてる、図はあのあこれでこのこれがこっち側があの、臨済債別にして、これがあの現在の負債 の、 あの残高です。だからまあいわゆる、19年当時から見るとあの27年当初でいくと、1兆円程度のが減らしてきてるということですね。だから逆に言うならこの時代もなんとかやりくりできたやから、その余力はもうできてますよということです。まあ、もちろんこれはどん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 今も減らしていってるんですよ。これの記載の償還というのはやっていってるんですね。だから交際費で、今年交際費何本なのかな、だいぶ上がってるね。だからその交際費でそんだけの予算を、まあ、入れていってるわけです。だからこれだけ減ってきてる。でこれは今のまま何もしなければこれずっと減っていく、ただでもこれあの成長インフラについてはね、ここのこの現在の本来の記載が増えてもこれ将来世代の負担も求めてもこれやっていけるということですから、そういうあのインフラの整備ですよ。貸しビル建てて潰れて終わりはもう一切ないですよ、まあね。だから温泉建てて終わりとかね、そういうのはダメですよね。ある程度その橋本知事がご就任の時といいますか、まあ、財政再建が強くこう求められた時代だったわけですけども、まあ、かなりその、時を経てというか、まあ、現段階ではそういったある程度積極的な政策を打っていくステージに変わったというご認識があります。まあそうですね、これからやはり、日本を引っ張っていける、ね、そういう都市を作り上げるということにはやっぱり都市インフラの整備というのは非常に重要だと思っております。毎日新聞の野口ですが、福祉連携のところでですね、天王寺動物園 の、 あの夜間照明の補助とあるんですけども、あの大阪市立のこういったこう施設に対して、府がですね、あのハードを整備をするのは非常に珍しいと思うんですが、これの狙いとですね、あとこの大阪市以外の他 の、 あの府内の自治体に対しても、こういったハード整備に府としてお金を出すことが今後もあり得るんでしょうか。まあ、大阪の都市魅力をこれを世界に発信できる、そういう、まあ、あのパフォーマンスを発揮できる施設に対しては府として積極的に大阪市以外であっても関与してまいります。逆に言うと、例えばあの万博公園なんていうのは、まあ、府だけで、ね、今やってますけども、まあ、でもあのガンバが、スイタも出してるのかな、ガンバの、スイタも関与はしてるのかな、金は出してるのかどうかわからんけど、だから大阪市以外スイタ市であってもこれは大阪府が積極的に関与してます。だから、まあ天王寺動物園というのは全国まあ、ど真ん中 の、 あの天王寺のああいうところのど真ん中に動物園があるというのは非常に都市としてこれもうまく使えばすごい魅力になるもんですから、これについてはやはり、大阪全体の都市魅力の整備として、大阪府も関与していこうというこういうことです。まあ、その関連でなんですけども、まあ、同じ理屈でいうと東大阪市のですね、花園ラグビー場の整備について、まあ、これまでなかなか府としてはそのハード施設のハード整備についてはなかなかこうお金は出せないというような理屈だったというふうに地元から聞いてるんですけども、まあ、同じ理屈でいうとその、まあ、海外から何万人も集まるようなスポーツイベントなので、府としてその、まあ、照明だったりスタジアムだったり、お金を出すことも、まあ、理屈としてはあり得るということになるんでしょうか。これは万博公園の夜間の照明についてはナイトズーをやろうという
そういう企画があって参加してるわけです。だから、東大阪の花園ラグビー場についてもワールドカップという企画があるんで、そこに関しては我々は東大阪市長にこの前でも言いましたけど、そのワールドカップに向けて、の費用負担については原則折半でやろうねということで、これは話し合いやってますから、まさに、まあ、そこが細かく、どの施設どの部分をどちらが持つんやということはまだ決めてませんが、ワールドカップ原則折半ということで十分、そういう施設についても大阪が関与しているとこう思いますけどね。ありがとうございました。ありがとうございました。NHK の水野です。はい、当初予算組んだのかに恐縮なんですけれども、都構想住民投票で、まあ、丸が出た場合には、まあ、何らかのまた予算編成迫られるものなんでしょうか。まあ、予算が伴うということは、今年度に何かやるということではないんでね、27年度に何かを、その予算伴って何かやるということではないんで、それは、予備費的なもので対応できる程度じゃないですかね。大きなものをやるわけじゃない。わかりました。他にございますか。すいません、 MBS です。行財政改革のその改革の肝ということで挙げてらっしゃるその公民戦略連携デスクなんですけども、まあ、これも昔からその公と民が連携してたりよく言われるんですけど、具体的にそのどういうものをイメージされてるんですか。いや、これはね、まあ、例えばね、僕は外でいろんな、まあ、プロモーションに出たり民間の皆さんといろんな会う機会にね、もう一つ一つ個別にね、こういう事業を府と一緒にやりたいとか、まああるんですよ。で、例えば、ついこの間も、やっぱり農業を成長産業にしていくという中で、今すぐ農地こう企業としては買えないけども、要は、府立大学でやってる農業工場ですね、農産物工場ね、こういうものを、まあ、どこで、そういう技術をどこと調整できればその技術の提供を受けれますかとか、いろんな話あるんで、まあ、だからそういうもう窓口、僕が一人でその僕が聞いてきたもんは全て部局に上げ、すぐに対応するように言って、まあ、例えばその農産物工場についてもね、もう視察に行きたいっていうところまで、まあ、日程調整まで入ってるでしょうけどね。だそれを、まあ、その一人で全部そのではやっぱり限界ありますから、まさにこのデスクがもうそこに置いて、とにかくもうそこへ持ち込んで、民間の皆さんこういうことを一緒にやりませんかという、はい、そういうのを持ち込んでいただいて、もうまあそういう窓口ができればね、まあ、しょっちゅう僕のところに、まあ、報告をしてもらう、まさに、民間の新たなビジネスチャンスを作っていきたいと思ってます。そしてそのデスクというのはその、まあ、府庁内に設けて、担当職員というのはその府の職員の方が当たられるということ。組織は行革に置きます。で、担当職員は、まあ、民間から の来ていただいている人とかも入りながら、そこに組織を作ります。あと、すみません、モズ古市古墳群世界遺産登録推進事業費というのも計上されているかと思うんですけども、まあ、先生、その昨今の竹山市長とは、まあ、政治的な意味でも考えがちょっと違ったりする部分はあるんですけども、この世界遺産登録に関してはちょっと堺は手を組めるという認識でよろしいですか。まあ、個人的に好き嫌いでそのこしゃいことは言いませんよ。これは大阪のまさに世界遺産に登録のそういうポテンシャルを持った古墳ですから、ぜひ、まあ、国においてもね、そ
入れていただいて、もう世界遺産の登録は目指していきたいと思います。あとすいません、また細かいんですけど、土砂埋め立てなどの規則に関するこの条例の件なんですけども、その違反業者名を公表されたりですとか、まあ、罰則の中の罰金をですね、金額上上げられているんですけども、この辺はどうしてなんでしょうか。いや、これはもう、去年ね、あれ豊野で、ああいう事故が、土砂災害事故が、ありましたから、もう同じようなね、失敗を二度と繰り返さないために、やはり、そういう、土砂埋め立て事業者の皆さんを抑制するための、ルール作りです。土砂埋め立て事業者って真面目にやってるところはちゃいますよ。そういう違反をしようというような、そういう、人に抑制していこうというためのルール作りです。この話どうして一部管理条例の改正点ということです。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。読売新聞の森です。ちょっと予算の大枠の話なんですけれども、今回消費増税なんかに伴って税収はかなり大きく増えたと思います。法人税の本気もあるかなと思う中で、その中で、一般歳出がほぼ前年並みということで、施策経費はかなり絞り込まれたのかなという印象があるんですけれども、そのあたりはかなり意識して、施策経費が膨らまないようにという予算編成方針で当たられたということなんでしょうか。それも選択と集中ですよ。だからもう、何度も言いますけど、やっぱり財政状況についてはね、確実に良くなってるけども、よそと比べてやっぱり、減災基金のから積み立て不足が発生している状況には変わらんわけですから、もともと積み立て不足があったの半分にしてきてね、これは良くなってるなということだけど、やっぱりそこは悪いわけなんで、やっぱりやはり、今の状況でいくと、選択と集中をしながら、その財政についてもよし、やっぱりこう絞るところは絞っていくというのが、当然の判断です。その中で、かなりやはり南海トラフの方ですね、防災対策に相当額を割かれてますけど、すで、にも触れられた部分もありますが、改めて、そういったところに、力を注いだその意義についてお話しいただきます。ほら、もう僕の一番の仕事はまず命を守るということですから、役所 の行政のトップの仕事は、これはもう、現在日本は、地震活動期に入っていることは周知の事実だ、これはもう南海トラフ対策、で南海トラフで人命を守ると同時にですね、大阪の経済、被害、これをもう27兆円なんて言われると、まさに日本経済にも大きなマイナスの打撃を与えるということですから、それも、最小限に抑えていくのも、これは非常に重要なことですから、まずは南海トラフの津波対策は、もう可及的速やかに仕上げるということです。最後に、戦略4路線の関係で、大阪モノレールの延伸について、事業開始決定に向けた採算性の検証ということで予算をいただいた。もうもともと今年度中にもという話がありましたが、来年度には確実に、そこの判断をされたいという理解でよろしいでしょうか。来年度、僕が知事やったらね、判断は、することになるんでしょうね。まだそれは決まったわけではありません。それは、これやっぱりね、政治家っていうのは4年4年なんでね、これはもう、自分の任期中の、予算としては今ここまでです。だから来年の話を僕がしてしまうと、その次の知事というのはどうなのかということがありますからね、僕としては
これはこのまま、もしやってればこういう形で、調査をした結果、プラスの効果が大きいということになれば、まあ、次のステップに来年度は進むことになるんでしょうね。任期の間には事業化の決定をされるということにはならない。任期は11月まで。11月までですけど、そこまでは、そこまでで全てを決定できるところまで来ないでしょ、まだ。うん、まだ今の現状では、もう事業化の検討調査費になるんで、この事業化にあたって大きなマイナスと言われれば、将来成長見込みなしと言われればね、これをやる必要はありません。まあ、間違いなく成長のために必要な路線やという位置づけはできると思いますけども。わかりました。はい。さっきあった公民連携デスクなんですけれども、これまだ始めてもいないのでなんですが、うまくいったらその業格の域を超えたですね、なんか取り込みに取り組みになるんじゃないかというふうになったら仕事があると思うんですけれども、そこら辺は知事の期待というのはあるんでしょうか。いや、それはね、新たなイノベーションを起こしてくれることを期待をしてます、うん、これね、いろいろ思いついたのは例えば PMDA のテレビ会議システムを導入すると、これはやっぱり事業者の皆さんからね、現在 の PMDA、まあ、もうそもそもできなかったやつが、まあ、今 PMDA が設置されたわけですけど、まあ、相談についてもやはり完結するためには顔を見直さないかなっていうところで、なんとかテレビ会議できへんかなっていう、そういう相談を受けてましたね。で、これ塩崎大臣のとこ行った時はもうお金の話になるわけですよ。別に、PMDA 本体東京もね、いや、それはもう設置したんだからね、ぜひ大阪の PMDA も、まあ、もっとこう動いてもらいたい、 PMDA がこう稼働してほしい、その機能をどんどん高めていきたい。ただまあ金としてはどうなのと、これはやっぱり大阪側の事業者の皆さんの希望というものがあるんでね、じゃあもうそれ解決するのはもうそれの負担は誰がするかということだけなんです。国がしないならね、まあそれで、受益を受ける事業者と大阪府、まあそういう事業者の皆さんが設けていただいたら、これ事業税落ちてくるわけですからね、まあ、本来国も税金を受けてくるんですけど、まあ国は現在の、まあ、厚労省の立場としては、そういう予算についてはちょっと見れませんという話やったんで、まあ、それじゃあもう折半でやろうよというところでね、まさに官民連携であれ、テレビ会議システム、もう、まあ、これ話して半年で出来上がったんで、ね、僕が厚労省に行ったのは秋ですから、もう決定まで半年。国と、地方自治体と民間が絡み合いながらね、もの決まるのが半年で決まるというのは、こんなスピード感、どんどんこれからも民間の皆さんもそういう声を受けてやっていきたい、こういう思いですね。まあ、そういうところも、さっき の植物工場にしても、まあ、とにかくそういう、声を直接聞くといろんな解決方法出ますんで、解決することによって確実に大阪の成長にプラスになりますので、だからこ の官民連携デスクで、ぜひ、そういうものが出来上がりますという、そういう広報を、メディアの皆さんにはぜひよろしくお願いをいたします。ご覧ございますか。よろしいでしょうか。今日は全体で聞いていただきます。
まります前に、先ほど市の方から発言をさせていただきました、経済被害、地震での経済被害ですが、27兆円というふうに申し上げましたけれども、アクションプロンに先をしておりますが、28.8 兆円ということで、ちょっと市、若干違いがございますので、よろしくお願いいたします。28.8 兆円でございます。それが16兆円か。はい、そうです。16.8 兆円になります。よろしいでしょうか。よろしいですか。まだですか。よろしいですか。はい。よろしいでしょうか。はい。それでは続きまして囲み次第に入らせていただきます。よろしくお願いします。ご質問ございませんか。地方議員を作っているのを議員と言いますか、国についてと、まあ、党内ではそのあたりでその地方議員を作っていくことは、ね、どういうことを目的にしてというかです、ね、どういうふうに、地方が作っていくべきなのかという議論をされているか、いや、もう身を切る改革です、その地方地方ではね、それぞれ課題あるんでしょうけど、とにかくどの地方もね、もう議員多すぎ、もうそこをね、減らす、もうこの身を切る改革を、まあこれはもうね、夢物語だということだと思うけど、まあ、大阪府議会では、単独過半数をね、一度は、これはまあ、府議会始まって以来、選挙で取ったんでね、まあ、そういうことがもしできればね、21議席削減になるんですよ。109から88へね、21議席2割削減できるんで、まあ、それをね、やるため の、まあ、第一歩というかね、取っかかり、やっぱり、それいくら厳しくても諦めるわけにいかんの、もうそこは全国共通です、まあ、本当にね、全国でそういう関数取れればね、維新であれば最低2割、3割は減りますね。経費だけで考えれば3割は必ず減ります。報酬だけで3割減るんでね。だからまあ議員定数も含めれば議会経費は4割ぐらい減るんですかね、だからもうとにかくね、そういう地方議会でまず1回現状から4割経費4割削減っていうのをね、もうやってもらいたいですね。これ計算したらいくらになるのか分からんけども、結構消費税率に貢献できる金額になるのちゃうかなと思いますね。もう全然いらん、もういらんと思うわ、もう本当に今の時代に ね、もう30万ぐらいやったら15人ぐらいできるんちゃうかね、10人とか15人ぐらい、まあ、知事やってね3年半やりましたし、外へも出ていろんな人の話も聞いて、それは議会の議論もありますけど、外へ出てみんなの意見聞いてるのが非常に、行政の見直すところにねプラスになってきます、まあ、直接の、府民の声の、そういう、まあもうネットでの環境も整ってるし、とにかく身を切る改革を、全国、地方議員もやりたいけども、今はもう非常に難しいですけどね。でもそれを諦めずにやるための第一歩です。そのあたりは、まあ、党内、まあ、大阪の方はそういうことを掛け声で集まっているところもあるわけですけども、党内的にはコンセンサスというのは決めているというふうに、どうしたらどうでしょうか。それは前回の総選挙、身を切る改革で選挙やったんですから、党内的なコンセンサスは取れてるんでしょう。ただまあ現在は、もう顧問ですから、顧問は顧問やからね、だからそういうところには口は出しません。
に区議会議員が大阪維新の会に入りたいと先ほどおっしゃっていたんですけど、民党は承認される見通しなんでしょうか。うん、これまでも会派共同、会派一緒にやってきてるし、まさに政策的にもね、政治信条理念も一致してますんで、維新の党に、入党してもらいたいと思います。まあみんなの党なくなってるんでね、これでもう義理もね、彼から出ていくわけないんで、もう一度地方選の取り込みでは、平坂新宿は岡田さんがいらっしゃると思うんですが、本人はどうなるんでしょうか。それはまあ、二人公認ですよ、そうです。まあ、でも伏見もいろんな自分の政治家としての行く道は自分でいろんなことを考えるんでしょうから。そのところ、その伏見さんは推薦に出たいということで、お金取られる会の方にご相談になっている状況で、いや、今どう自分がどうのこうのの相談は一切受けてません。まあ、とにかくここまで一緒に会派やってきたんで、維新の方に入りたい、それはまず団で、団にね、一体になって、その後、団からの推薦も、ね、つけてもらってっていう話をしてたんです。他にご質問ございませんか。よろしいでしょうか。内容ですね、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。